ふう、はい、よこしょ、はい、やばい、もう見えねえ見えねえ。ということで今日はモスク言いましょうってことで、はい久しぶりにですね、こう家撮影をしようと思いまして、本当はね、自分で作ろうと思ったんですよ。作ろうと思ったんですけど、今日この後結構編集をがっつりしなきゃいけないし、料理ね、デカ盛りとか作ると結構体力使うんですよ。なので、その編集のことを踏まえた上で、今日はもう買っちゃおうということでですね、モスバーガー買ってきました。やっぱモスといえばめちゃくちゃうまいハンバーガーだと思うんですよ。いろんなね、ファストフードあると思うんですけど、なんかこの手作り感っていうのかな、体に悪い感じが一切ないハンバーガーの代表格、まあ、モスバーガーだと思いますので、今日はもう大量に買ってきました。モスチキンとかもね、パーティーバレル系な感じの何本か入ってるの買ってるので、今日の晩ご飯の娘のね、おかずなんかも入ってるんで、ある程度取り分けるんですけれども、こっちのハンバーガーは全部食べるということで、早速ね、ちょっと広げていこう。で、モスって出来たて食いてんだよな。お野菜とパティとめちゃくちゃうまいから、あったかい状態で食べたいので、後ほどこれ全部開封するとして、一旦ですね、汁物としてセブンイレブンさんでラーメンを買ってきました。久々の袋麺買ってきたんですけど、ちょっと一旦そのラーメン作ってモス広げて、この出来たて熱々のモス食べていきたいと思います。いや、腹減ったということで、ただいまですね、ラーメン完成しまして、モスもすべて並びました。すっげー量だな今回ですね、もちろんとんでもない量ですので、ネットから予約して持ち帰り用でお店までね、受け取りに行ったんですけど、すっげー量だし、何買ったか覚えてないんだよな。ひとまず食べましょう。いただきます。出来たてをね、モスを食いたいとこだが、今日の撮影長いので伸びきる前に麺は食べれないと思います。絶対伸びちゃうから、まず出来たてのこの麺ですよ。今回のね、主役ではないんだけど、いただきます。袋麺ってうめえな。あっつ。袋麺ってなんすかね、お店ともカップ麺とは違う、このゆるいんだけどそれが美味しいみたいな。これセブンイレブンの袋麺初めて買ったけど、うまいな。ちょっと一旦ラーメンは置いときまして、本日の主役モスバーガーさん行きましょう。これ多分通常のモスバーガーですね。よいしょ。うわ、タレすっご。何ですかね、モスって、この溢れるソースがいいですよね。ちょっといただきます。うまっ。久々に食べるモス、うめっ。なんかわかります、モスバーガーってトマトとか、まあレタス、千切りのキャベツもあったりもするけど、どこのファストフードバーガーよりも野菜を野菜に感じるというか、トマトなんかも噛んだ瞬間果汁出るもんね。うまっ。結局このオリジナルソースがうめっ。ソースもったいないね、これね。これね、もったいないよね。モスバーガーはソースもうまいし、野菜のこの汁も多いしで、ほぼ飲み物。秒でなくなっちゃった。もうちょっと次どんどん行こう。ちょっと一回上行きますか。照り焼き。照り焼きね、これみんな知ってると思いますけど、いただきます。うまっ。うまっ。これはうまい。ビールだな。うまっ。うちの母親がもう本当に僕のちっちゃい頃とか学校とか通ってる頃からずっとモスバーガーに勤めてまして、モスの働いてる人とかはほぼ毎回お土産としてね、モスを買ってきてくれるんですけど、やっぱね、若い頃とか本当に
子供の頃っていうのはよくこの照り焼きを食べたけど、大人になるとなかなか食べないじゃないですか。久々に食うとめっちゃうまいな、これ。うん、うちの娘も大好物だけど、これは好きだわ、子供。うん、揚げ物も冷めちゃうから。これね、バラエティパック買ってきたんですよ。モスチキン。そしたらですね、このモスチキンでございますね。いただいちゃいましょう。うまっ。うまっ。持ち手がうめ。うまいよ。普段ね、撮影で大食いしますので、やっぱこの体調管理、これ気使って、撮影のない普段の日って、まあ基本的にこの炭水化物、揚げ物、取らないようにしてるんですよ。だから僕にとってこういう撮影の日って、いわゆるチートデイみたいな感じなんですけど、最高。伸びて乳麺みたいになった麺もうめ。うん、あっつ、汗かいてきた。上着脱ぎたいな。脱いでいい？いや最高だ。テンション上がってきたな。じゃあちょっとで、今回ね、このモスチキンのバラエティパック以外にも、ポテト、ナゲットで、オニオンリングが3種入ったバラエティパックも買ってまして、こんな感じでございますね。やっぱ、うまいんだよな。うまっ。なんだろう、モツのポテトってマジ、芋。揚げ物感とか、あとはその下味みたいなのがほとんどないんで、ダイレクトに芋なんですよね。うん。個人的にファストフードハンバーガー店のこのポテト系だと出来たて熱々は一番好きなんですけど、冷めた時にいっちゃん苦手になる。これ分かる人いるかな。冷めると水分抜けるのが結構早いんですよ、ナゲットは。うん、でこのね、オニオンリングと、うまっ。これモスのオニオンリングって割と主役じゃないですか。主役というか、個人的にはなんですけど、モスに行く理由の3分の1ぐらいはオニオンリングを食べに行ってるみたいな、そんな部分もあるぐらいこのオニオンリングが好きでして、これ同士いるかな。なんか絶妙に衣がうまいのよ。うまっ。じゃ続いてモス野菜を食べながら、これ僕がね、さっき言ったように普段節制してる理由なんですけど、この生活、この YouTube 活動を始めてからずっと同じような生活をしてるんですけど、というのも普段からさ、いっぱい食べたらもちろん体もおかしくしちゃうし、僕はね、かつこの撮影をした時にやっと食べれたみたいな喜び、それで美味しさが加味されるっていう部分がなくなっちゃう気がして、やっぱ我慢したらした分だけ飯ってうまいじゃないですか。せっかくね、こうデカ盛りとかを皆様にお届けするときに120点自分の中での美味しいっていう感じる状態にしたいなと思って、結構普段からね、節制するっていうのをこの YouTube 活動を始めた時からしてるんですけど、最近なんかは編集もかなり増えまして、その家にいる時間っていうのかな、作業してる時間が今までに比べると 1.5 倍ぐらいになって、結構撮影をしに行く回数とか日数っていうのも減ったの。だからこういうやっと食べれる感っていうのは正直昔よりも強くてですね、この数ヶ月やっぱ飯ってうめえなって思う。幸せだもんな。
でもやっぱこうやって外食をテイクアウトして家で食べるって子供の頃なかなかなくて、本当にね、小さい頃とかはやっぱ外食って結構値段が張るというか、もう本当贅沢品じゃないですか、こんなんなんか。なかなか食べられなかったけどね、今なんかお仕事でこうやって家でも好きなだけ食べてる、なんて幸せなんだと食っていろいろ人生を豊かにするよね、ということでロースカツでございます。これモスバーガーのロースカツ食ったことあります？これこんな感じなんですけど、かなりねこれロースが分厚くて、で柔らかいんだけど豚肉独特のサクサク食感というのが残ったりとかしてて、これね昔から好きなの。うん、うまい。普通にとんかつ屋とかソースカツ丼屋とかでこのカツが出てきたら喜ぶぐらいうまいです。あの出来たての店舗で食う定食屋のカツとかね、それにも負けないぐらい。うん。あと何よりモスのソース系、こういうソースがかかってるものって味がちょっと甘いというかフルーティーというか、それがこのバンズの甘みとか野菜の感じにめっちゃ合うんですよね。あ、そういえば皆さんあんまりイメージない人も多いかもしれないですけど、モスってシェイクがめっちゃうまくて、個人的にはもう 2,3 年ぐらい前かなに発売した獺祭とコラボした、獺祭ってわかります？日本酒でももうめちゃくちゃ有名で美味しい日本酒なんですけど、そことコラボしたこうシェイク出たんですよ。それがねめちゃくちゃうまくて、再販してくんねえかなってずっと思ってるんですけど、やっぱねモスはハンバーガーはもちろんだけどスイーツ系も美味しいんでね、あんま食べたことないよっていう方はぜひお試しください。そしたらこれ好きなの1個いきますか。これスパイシーモスって知ってます？ハラペーニョががっつり入った辛めのモスなんですけど、これがねうまいの。埋まっちゃったりするので見えにくいと思うんですけど、このバーガーの中にハラペーニョがガッと入ってまして、モスのソースベースのこのミートソースみたいのは甘み強いので、そこにこのハラペーニョの辛みと酸味っていうのかな、それが合わさるとめっちゃうまいんですよ。はい、うまい。100点。うん、うまいな。なんかモスって不思議なんですけど、いわゆるアメリカのハンバーガーっぽさも弱いし、かといって今こう日本とかでも流行ったグルメバーガーみたいなのあるじゃないですか。1個1000円超えのさ、こうちょっとオリジナリティ溢れるようなハンバーガーっていうの、そういった感もなくて、なんかモスのハンバーガーってあくまでなんかこう日本のハンバーガーの感じは残ってるというか、でそこにこのハラペーニョが入るとメキシコの風なんかね新しい風が吹き込んですげえうまい。うん、そしたらだ、今ねこれビールなくなりそうなんで、よいしょ、新しいのも追加で持ってきました。バーガー行く前にあれか、チキンも食わないとな、ちょっと見えないからさ忘れちゃうんだよな。うまっ。やっぱチキンちょっと冷めてもうまいな。この衣のザクザク感が増すというか、うまっ。ポテトは冷めてきた。ソースつけよう。ナゲット用にいただいたバーベキューとマスタード、あ、うまっ。うん、やっぱフルーティーな、甘いなぁ、結構。甘っ。うまいうまい。アメリカ版みたらしみたいな。まあ、うまいわ。冷めたポテトも止まんなくなってきた。このソースすげえぞ。でも今回こんなに買って全部で総額が8800円だったんですよ。もちろん普通の外食に比べたら高いなみたいな、普段のねもちろんモス利用に比べたらもちろん高いんだけど、僕の個人的なその主観で言うと、他のファストフード店よりもモスバーガーって昔高くて、こうなんかちょっと贅沢品みたいなイメージあったんですよ。
ただ他の店舗が全部値上がりしてきて、モスはね、なんかこう価格を上昇を抑えてるような感じがあって、なんか例えばこの単品とかセット頼んでも600、700円ぐらいか、800円ぐらいするのかな。そうすると他のとことね変わんなくなってきてるから、一緒の値段でこれが増えるんだったら個人的にはモス選んじゃうんだよね。うん、もうちょっとラーメンも伸びきってるから食べちゃうか。あ、しょっぱ、そこ。そしたらこの辺りでちょっとね、皆さんずっと気になってたと思います、この正面の箱。なんか限定のハンバーガーで黒毛和牛を一頭買いして、そっからお肉を作った、なんかこの黒毛和牛バーガーっていうことで、なんか名刺入ってるな。名刺っていうか、希少部位まで贅沢に使ったパティ、一口頬張るだけで肉の歯ごたえや旨味にあなたもきっと感動するはず。モスでしか味わえないプレミアムなバーガーをぜひお試しください。ということで、はい、楽しみましょうか。ということで、黒毛和牛バーガーいただきます。あー、はいはいはい。これが黒毛和牛バーガーの全貌でございます。お野菜がしっかり入って、で上はねオニオンソースっぽいのとベーコンが入ってるのかな。でこのお肉の黒毛和牛を使ったパティと、うん、うまいけどあんま違いわかんねえな。やっぱこのオニオンソースが味濃いから、そのお肉の味が違うかって言われると、なんかこのソースでかき消されてるような、あったかいので食ったら違かったのかな。出来たてだと違うの。パティの柔らかさとか、この粗挽き感っていうのかな、肉肉しさでも滑らかみたいな、その食感の違いはわかるけど、味に関してのこのソースが濃すぎて和牛の味はようわからん。まあまあまあ、これも経験ですな。もちろんいいお肉使ってるんで、他のバーガーに比べるとね、飛び抜けて値段は上がります。なので個人的には普通のバーガーでいいかも。やべ、サメとうまいの境界線超えた。さすがにもうちょっとサメ寄りすぎて衣は硬い。さすがに腹いっぱいになってきたね。次何行こうかな。今残ってるのがモスチーズ、フィッシュバーガー、エビカツバーガー、スパイシーモスチーズのダブルと、魚系フィッシュいっちゃいます。ふわふわバンズとお魚とね、個人的にはこのモスのこのバーガー大好きなんですよ。魚感がめっちゃリアルだから、他のフィッシュバーガーよりもいわゆる生臭い部分はちょっと残ってるんですけど、そこにねこの酸味がかったマヨネーズと生玉ねぎ、いいのよ。その臭み消しもそうだし、合うの。好きだなこれ。まあでも好みは分かれるかもな。お魚苦手って方はこの香りが苦手な人も多いだろうし、しかも江頭さんがやってる江頭チャンネルさんの方でもこのフィッシュバーガー食べた時、江頭さんがこの魚の生臭いダメって言ったのは分かる気はする。苦手な方は苦手だと思うな。したらモスチーズと、うまい。このモスバーガーのスライスチーズって軽くないですか？黄色いさ、チェダーチーズ系とかではなくて、なんだろう、ミルク感の強いチーズだから、なんかこの全体のミートソースっぽいこのオリジナルソースとすごい味合うんだよな。今日これ何キロ食ってんだろうな。
こうデカ盛りを食った時と変わらないぐらいお腹いっぱいだぞということで今モスチキンは娘分の取っといた1本抜き4本すべて完食ということで、そしたら残すところもこのバーガー2個とまあちょっとのこのサイドメニューですね。バーガーダブルを最後としてエビカツいっちゃいましょう。モスのエビカツもうまいよね。プリプリなのエビが。いただきますよ。やば、やば、うまっ。なんだろう、このソースにレモングラスかな？それが入ってるのか、このちょっと酸味のある爽やかな風味と、このエビのプリプリ食感とね。うまいよね。うん、僕自身はこうやって大食いをするのって撮影の時ってお話ししたと思うんですけど、それにしてもよ、一食で人の10倍ぐらいは食うわけだから、今のところ成人男性の何歳分まで食ってんのかな。おそらく一般の方がもう60代後半ぐらいまで食べる食事をもう30ちょいちょいで食べてんだろうな。そう考えるとどう考えても食いすぎだよな。そしたらこちらのバラエティパックもただいま完食させていただきました。ってことで本日の残りはこのダブルのスパイシーモスチーズバーガーのみとなりました。普段ダブルって頼まないんだけど、どうなんだろうな、モスだからうまいんじゃないかと頼んでみましたけど、うわすっごいな、肉とソースの溢れ方がやばい。開けた瞬間こんなんですよ。速攻で大決壊。もちろんめっちゃ美味しい、めっちゃ美味しいけど、やっぱね、何でも並盛りが一番ですね。お店は具材の比率とかすべてパンと合わせてさ、一番美味しい状態でもちろん並のレギュラーサイズを作ってるわけですから、お肉を増やしたらそれはお肉感強くなっちゃうよね。もちろん素材がうまいからうまいけど、レギュラーの方が好きだな。ごちそうさまでした。ということで今日は信じらんないぐらいの量のモスバーガーを食べてきました。美味しかったなぁ。いやーよかった。なんかこの後の編集もまたもう一発頑張れそうです。たくさんモスからパワーをいただきました。今日もいい動画作れるように頑張って一日働きます。あー何よりも洗い物がないのが最高だな。よいしょー。